東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、外国人旅行者が多く来日することが予想されます。日本の魅力を感じて楽しんでもらうためには何が必要でしょうか。実は隅田には外国人旅行者が楽しめる施設やイベントがたくさんあるんです。今年1月、外国人旅行者を対象に江戸文化の体験日帰りモニターツアーが実施されました。ツアーは東京都墨田区と東京都台東区との観光分野における連携に関する協定の一環として企画。コースは2種類、墨田区にある刀剣博物館から始まり、真剣を使った居合体験、台東区で着付け体験を行いお座敷遊びを楽しむコースと、台東区で和服に着替えて日本舞踊を習い、墨田区で和太鼓を叩き屋形船で日本情緒を満喫するツアーです。このモニターツアーを企画したのには理由があります。川を挟んだお隣の台東区と力を合わせて、来たる東京2020オリンピック・パラリンピック大会と、またさらにその後増えるであろう外国人観光客に向けたツアーを造成いたしました。その日本らしい墨田区と台東区の魅力が詰まっているコンテンツなので、まあ、そのあたり本物の日本っていうところに触れていただけるところがこだわりです。はい、江戸の武士体験ツアーに参加した外国人旅行者は9名。 I come from the US. I'm from France. I'm from the Philippines. 出身地は様々。ツアーの始まりです。スタートは刀剣博物館。国宝や重要文化財の日本刀をはじめ、さまざまな年代や流派の作品を収蔵しています。Thank you for coming to our museum, Japanese Sword Museum. こうして出来上がった作られた玉鋼を細かく砕いて重ねていきます。見学時間はおよそ1時間。真剣な表情で説明を聞いていました。次に訪れたのはスカイツリーのすぐそばにある押上天祖神社です。1336年から1340年の創建とされている歴史ある神社の境内に立つ建物の中で、今回特別に行われました。ハロー、 Thank you for coming. My name is Yusuke. Here is today's training space and today's venue. Please come in. Yes.はい、よろしくお願いします。礼儀から日本刀の扱い方など丁寧に指導する後藤祐介さんは、日本人が持っていた心を演舞によって表現するパフォーマーです。日本各地で活動する祐介さんは、日本刀について正しく知ってほしいことがあるといいます。美しいその美術品としての、側面もあります。そして魔を払う道具ということも、ありますので、できるだけいろんな角度で、真剣を見て日本刀を見てもらって、そして、肌で感じていただくことを、目的としてやっております。まずは模造刀を使って刀の扱い方を学びます。Oh, good. Oh, good. そして真剣による試し切りを体験。最後に祐介さんによる演舞です。
ありがとうございました。Yeah, it was fun. It was really fun. It's pretty good. I like it.その後、台東区に移動。着物に着替え、浅草寺周辺を散歩します。記念撮影も忘れません。街並みを散策した後は、お待ちかねの日本食を堪能していただきます。お味はどうですか？ Taste is really good. Yeah, I really like the tempura. That, yeah. It's really good. Yeah, I'm really enjoying it. Yeah, it was really good. I liked it all. せーの。コンピラ船船置いて日本かけて。江戸文化体験の締めはお座敷遊び。日本文化ならではの粋な世界を体感します。ずいぶん楽しんでいますが、墨田区には外国人旅行者が楽しめる場所が他にもあります。その一つが墨田北斎美術館です。葛飾北斎やその門人の貴重な作品を展示する世界的に注目される施設です。2018年5月にフランスのコルマール市にあるウンターリンデン美術館と友好協定覚書を締結。2019年11月にはポーランドのクラクフ市にある日本美術技術博物館、通称漫画館と友好協力協定を締結するなど、北斎を通じた海外との交流が盛んに行われています。北斎が海外から注目される理由は独特な表現方法にあるといいます。実際は初めて北斎の絵を見たのは今から150年ぐらい前の方々ですよね。で、そういう方々は今以上に、ショッキングな出来事だったと思います。で、それはですね、まず表現の方法が違った。当時ですね、ヨーロッパやアメリカの方々の作品というのは対象をですね、正確に写し取るということが、絵の本意だったんですね。ところがですね、その人たちが北斎の絵を見たら正確に写し取ってない。まずこれに驚いたんですね。実は事実を写し取ってたヨーロッパ人、アメリカ人、他の方々と違って真実を訴えてたんです。対象の一部をそぎ取り、大きさを変え変形させるなど、その技術が卓越しているのです。北斎美術館には連日多くの外国人が訪れます。楽しんでもらうための工夫があるそうです。パンフレット、これをやる英語ばかりでなくて多言語のパンフレットを用意する。それから常設展がありますけれども、常設展の中でも多言語による解説を加えています。それからですね、受付ではやはり英語で十分対応できるようなスタッフがそこにいるということです。国内外から多くの人が訪れる北斎美術館、皆さんも訪れてみてはいかがですか？ちなみに錦糸町駅そばにあるホテルモクシー東京錦糸町に宿泊している方を対象に、北斎美術館の入場券売り場でルームキーを見せれば入館料が割引になります。ロビーには周辺の観光情報が詰まった錦糸町ナイトマップの日本語版と英語版が置かれています。江戸文化体験は江戸の庶民体験です。美しい着物に着替えて日本舞踊を習います。
300年以上の歴史がある宗家藤間流の講師から直接指導を受ける貴重な時間です。2 3サイドラダウンアップダウンアップダウン。日本舞踊の場合、このオセンスっていうのは何でも表すんですね。富士山を描くとかね、お花を咲かせるだとかね、例えば相手を切るだとか、何でもこう何でも役んだ、何の役もしちゃうわけなんです、オセンスっていうのは。なので踊りだけではなく日本舞踊の精神も習います。踊りなどでは、It's a very unique experience because I've never like tried a Japanese dance before, so it feels really authentic and really nice. Yeah, I enjoyed this very much. The lesson and the performance were just fabulous. 3, 2, 1その後徒歩で墨田区に移動します。到着したのは江戸時代初期の1662年に建立された西王寺。法被と鉢巻きで江戸の庶民に近づきます。ようこそお越しくださいました。 Welcome here.私たちは武蔵と申します。和太鼓は3000年前頃から四の歴史とともに歩んできました。講師は日本の伝統文化を国内外に発信する武蔵の皆さん。和太鼓を通じて感じてほしいことがあるそうです。そうですね、まあ、言葉の壁を越えた楽器だと思いますので、もう響きというのを体でこう感じていただきたいなというところは思います。和太鼓の音の響きを感じながら叩きます。基礎を学んだら全員でリズムを合わせ、お腹に響く音を楽しみます。It was very nice actually. Yeah, we like it. It was so funny to do taiko with everybody. And I don't know, it was, felt so good actually. It was really nice. Yeah. Yeah, to feel the rhythm, it was really nice. I really liked it. Yeah. そして最後に向かったのは東橋船着き場。ここから屋形船に乗り込み、江戸庶民の船遊びと江戸前料理を楽しみます。いってらっしゃい。江戸の文化体験を楽しんだ外国人旅行者の皆さん。墨田区と台東区は今後ますます増える外国人旅行者に向けて、他ではできない体験やまた来たいと思ってもらえるような新たな観光メニュー作りにチャレンジしていきます。